坂本慎太郎は日本のロック歌手、ギタリスト、音楽プロデューサー。大阪府生まれ、元ゆらゆら帝国のボーカル。坂本慎太郎1989年、ロックバンドゆらゆら帝国のボーカルギターとして活動を始める。2010年、ゆらゆら帝国イレブンスアルバム空洞ですをもってバンドを解散。2011年、サリュー,リューの サンビームスに作詞で3曲提供。その後、自身のレーベル、ゼロンレコーズを設立。9月に7インチレコードシングル、幽霊の気分で、で、ソロデビュー。11月18日にソロアルバム、幻との付き合い方、How to Live with A Phantom をリリースした。また、女性ポップスバンドママギターのアルバムリリースやドラマ、 マホロ駅前番外地の劇中音楽なども担当する。2014年5月28日にセカンドソロアルバム、生で踊ろう、レッツダンスローをリリース。ハウツーライブウィズ、エイファントム、レッツダンスローともに、海外リリースもされている。2017年10月、ゆらゆら帝国解散以降はヨラテン後、来日公演における、シークレットゲストとしての出演を除きライブでの、 演奏は行っていなかったが、ドイツのケルンで行われた、イベント、ウィーク、エンドフェスティバル7の27日公演に出演し、バンド解散から実に7年越しの初ソロライブを観光した。2018年1月17日、29日に東京、リック・ウィドリウムで、初の国内ソロライブを行い、ライブ活動を再開した。2019年、US ツアーを行う。今までに、 メイヤーホーソーン、デベンドラ・バンハートとのスプリットシングルや、2019年、ブラジル・サンパウロのオーテルノの新作に一曲参加。最新シングルは、コブネオ7インチ、デジタルでリリース。大阪府に生まれる。2歳で、神奈川県横浜市へ転居し、川崎市、東京都小金井市、再び、川崎市で過ごした後小学5年の途中に、山口県下関市へ転居。 中学を、福岡県、高校、長野県と各地を点々として育った。多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。着込んで子供がいる。なるべく洗わずにキープするという天然パーマのボリュームヘア。非常に薄い眉毛という特徴的なビジュアルの持ち主。ライブでは赤いパンタロンを着用することが多い。メジャーデビュー前は点々に沿った眉毛と、 前髪を極端に短くしたロングヘアーに尻が半分見えるほど下がったズボンを着用し上半身裸でライブに登場していた水木しげるとピーター・アイバースを信奉し水木しげるには実際に会ってアイキのギターにイラストを描いてもらっている自分のアイドルとしてジミヘンドリックスを挙げている好物はうどん理解できない音楽に ザフーを挙げている100号企画の対談より、ゆらゆら帝国やソロでも、独特の世界観の構築において、主軸的な役割を果たし、レパートリーの作詞や、CD などのアートワークのほとんどを担当。画集も発表している。本人曰く、喋りが得意ではないとのことで、声でのメディア露出は稀である。その際の曲紹介においても、テレクサイトの理由からパーソナリティに任せている。 ありがとうございます。